俺は流星、彗星のごとく現れた流星。自分にまさに自分に向かって降ってる気持ちになってみよう。はい、素直な気持ちですか。はい、率直な初日を迎えた気持ち。いやもう本当に誰一人こうかけることなくこうして公開を迎えることができたことは本当に幸せなことだと思います。ですね、すごくあとはもうすごく気持ちいいです、はい、早くない？絶対言わせようとしたでしょもうちょっと持たせようよ、それ、はい、俺言った方がいいのかなって台本読みながら言ってました。俺に聞くのは多分そういうことなんだろうなってちょっと思っちゃいました。バッチリです。はい、泊まり込みで寝た、ね、横になって寝たりもしたし、うん、一緒の風呂も入ったし、うん、一緒にお風呂入った、一緒にお風呂も入ったね、いやいや何を想像しました今、ちょっと今何かを想像しました。なんかそれぐらい本当にこの映画では青春を本当に味わわせてもらったなっていう感じでしたね。あとは謎になんかそのねラップがすごくあの撮影中に流行ったなっていう僕は印象があります。懐かしくね、それやってたよね、みんなで、うん、ね、なんとか、うん、俺は流星優勢可能性を秘めたみたいなそれ完全に今のは横浜さんの振りですよね。振りですよね。やってたよ。いやこれはひどいよ。確かに懐かしい。やってたよ。俺は流星、彗星のごとく現れた流星、今日の空は快晴。もう一個みんなにチア男子見てもらいたいぜ大きな拍手お願いします。こういうちょっとした遊び的なものもやったりとかしていたっていうね。わざわざ言うことでもないけどねいいじゃん本当に。まさかこれが来ると思わなかった。もっと違うことなかったの？違うこと、うん、違うこと。楽しかったそのエピソード。だってなんか本当にくだらないことしか喋ってないじゃん。まあ、そうこういうことしかやってなかったね。本当に学生みたいな、まさにこのチア男子の映画の中の世界みたいな感じの。そうですね、男子だけの世界みたいな、ね、はい、なんでこれが僕の中で言える精一杯の。わかりました、ありがとうございます、はい、なんだろうな、まあ、流星とかはあの高校の同級生だったんで、すごいあのクランクインする前からすごいあの通ってたりとかは してたんですけども、なんか本当にこのメンバーでチア男子が、一番最初の僕がこういう最初に出る作品で本当に良かったなと思いますね。だから僕らがその最初を奪ったっていうことなんですよ。あ、ショーのバージン奪われちゃった。奪っちゃったか奪われちゃった。でもこのみんなで良かったっていうねいうことですよね。はい、横浜さんから見て改めて振り返って、その撮影の日々、はい、練習の日々、プロモーションの日々、いやでも自分もそのショーの、 あの体験というか経験と重なるんですけど、僕はもともとその青春時代を空手に捧げてきたので、なかなかこう周りの人たちとこう一緒に何かを頑張るっていうのがなかった。あ、違うか、ショーがグループやってたんだけど、まあでもまあ同じけど、あのやっぱりこの作品を通してこうなんていうんですかね、みんなとなんか本当に部活のような、なんか男だけでこう一緒に何かに向かって頑張るっていうのは、すごく今回チアを通して団体競技の素晴らしさというか、仲間がいることの心強さをなんか改めて感じました。あとはあのこれは撮影終わってから知ったことなんですけど、なんかチア男子はこう何度もこう実写化を試みたそうなんですけど、それが実現できなくて、で今回このメンバーでその実現できたっていうのはすごく自分にとってすごくプラスになったというか自信になりましたし、だからこそその最後のチアリーディングのパフォーマンスの部分は皆さんに見ていただいて、その何て言うんですかね、心に響いてくれたらいいなと思ってます。